Q マイルは、遠すぎるは、1947年に、ハリー・ケメルマンが発表した短編推理小説。ケメルマンのデビュー作であり、最も有名な作品の一つ。アンラクイス探偵ジャンルの代表例として知られている。ハリー・ケメルマンは、ある朝、雨の中でハイキングを行った、ボーイスカウトをねぎらう記事を新聞で読んだ。当時、教師をしていたケメルマンは、 その記事の見出し文を題材に、この文章から可能な推論を引き出すことを生徒に課題として与えた。しかしながら、この時は生徒からかんばしい推論は返ってこなかった。ケメルマンはその後も、この文章の推論を練り、約14年後に短編小説に仕立て上げて、1947年にエラリー・クイーンズ・ミステリー・マガジンの短編小説コンテストへ応募し入選。 日本でも評価は高く、世界ミステリー全集に収録されたほか、ミステリー雑誌 EQ1999 年7月号で行われた翻訳ミステリーのオールタイムベストで第19位に選出されている。2018年、早川書房ミステリーフェアとして、桜井隆弘のおすすめ5作品に本作が選ばれた。推薦コメントとして、何気ない一言なんて存在しないのかもしれないが、 用いられた。ニッキー・ウェルト教授は友人の私に15ないし12号からなる文章を作ってくれれば思いもかけなかった論理的な推論を引き出してみせるという。私は偶然心に浮かんだ9マイルもの道を歩くのは容易じゃない。まして雨の中となるとなおさらだという11号を述べる。ウェルトはこの文章に対して丁寧に推論を重ねて 出発地や時間帯、発話者の心理状態などを特定していき、ついには、ある真相に到達する。日本語訳は、長谷厚史、深町真理子。本作にインスパイアされ、執筆された、推理小説もある。ありがとうございます。